釜石駅前に立つ大島高東像、大島高東明治34年3月29日は、明治時代の鉱山学者。父、大島周囲は、範囲として森岡藩に勤めた。文政9年5月11日、森岡二王工事にて、森岡藩寺大島周囲の長男として生まれる。天保13年17歳で留学、江戸で、 乱暴医の見作り原宝や壺井信道に指示し、長崎では最高術を学ぶ。楓六年、水戸藩主の徳川成明から招かれて中と反社炉を建造。大砲の鋳造に成功するが、原材料が砂鉄のためにその性能は高くはなかった。西洋と並ぶ高品質な鉄を作るべく、良質の鉄鉱石が産出する大橋の地に有非芸人蝶の 所育王立鉄生態法鋳造所における鋳造法を参考として西洋式航路を建造安政4年12月1日に鉄鉱石精錬による本格的連続デ作りに成功する。これは商用航路としては日本初でありのことである。大島は後の明治政府においても技術者として高く評価され工業界の第一人者として活躍したことから 日本近代製鉄の父と呼ばれている。翌年の安政2年には橋野での航路建設にも携わる。その後森岡藩に戻った高藤は、蘭学に英語、医学、物理、科学、平術、砲術などを教える日清堂を創設。維新後の明治4年には岩倉施設団に同行、欧州の鉱山を視察。帰国後の明治7年には岩手県釜石に新設される。 国内初の官営製鉄所について意見を求められるも、ドイツ人技師、ビアンヒーと意見が対立。政府は小型航路を作り運河を整備すべしという高島の意見を知りけ、大型航路を作り、鉄道を整備すべしというビアンヒー案を採用した。明治8年に高島は釜石を去るが、官営製鉄所はその後創業を開始するも3年でとんざ。 後の田中長兵衛、横山九太郎ら民間人による再建を待つことになる。明治23年には、日本工業会の初代会長に就任。後年、那須野の開墾にも携わり、武道園と武道酒醸造所の設営にかかる。大島家の初代は、宋国大島軍出身の合津浪人で、森岡に来て、大坪流馬術を教えうまいお業とし、二代目より、 南部藩のうまいを務めた。ありがとうございます。